今日のテーマはベースメイク。女性の大敵、紫外線をカットし、肌を守りながらもフレッシュで綺麗な肌に仕上げるコツをご紹介します。魔法をかけてくださるのはヘア&メイクアップアーティスト、浜田まさるさん。女性をおしゃれに可愛く見せるナチュラルメイクで絶大な支持を受けています。今回は日焼け止めの効果的な選び方、そして白浮きを防いで透明感あふれる肌を作る浜田流テクニックを教えていただきます。綺麗になりたい人必見。真夏の UV ベースレッスンスタートです。浜田さん、今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やっぱりこの時期暑さに負けて、そうですよね、メイクをおろそかになってしまったり、崩れたままにしてしまったりということがままにしてしまった、はい、もう直すのもちょっと面倒になってしまって、はい、夏のベースメイクってどういうふうに考えればいいんですか？いつものベースメイクにプラスしてより紫外線対策、日焼け止めを使ってきっちりしましょう、はい。すごいやっぱり紫外線っていうのは肌の老化ですとか肌が荒れてしまったりとか、まあいろいろトラブルの元なので、5年後10年後のためにきちっと防いで美しい未来につなげてほしいと思います。もうここで手を抜くと後々もう、はいはい、みんな頑張ろうってすごい頑張っちゃうんですけど、ほら頑張ると人間続かないじゃないですか、はい、そうですね、気合入れすると。だからこう頑張るんじゃなくて、どういう効果があってどういう風に塗ればいいのかっていう知識があると、すごい普段使う時でもその知識がすごい何ていうか背中を押してくれてすごい楽になってくると思うんですね、はい。なので今日はそういう風に日焼け止めが億劫にならないようなテクニックとか知識を皆さんにお伝えできればなと思います。夏のベースメイクでお悩みの番組視聴者がレッスンに参加します。どんなことでお悩みなんですか？ベースメイクやっぱ夏になると日焼けが気になるので UV をきちんと塗ろうとするんですけど、ベタつきとあと白浮きがやっぱり気になってしまって。浜田さん、今この山崎さんご自身のメイクでいらっしゃってるんですけれども、はい、お近くで見てみていかがですか？ちょっとベースが薄すぎるのかなと思います。夏対応ではないのかもと思うんですけども、薄付きになってしまう。そうなんですよ、結構伸ばしてしまってやっぱ白くならないように伸ばしちゃってるので多分薄付きだったのかな。じゃあ普段山崎さんがどのようにメイクをなさっているのか VTR がありますので、ちょっとそちらもご覧いただきながら。山崎さん、こうやって普段洗面台でメイクされてるんですか？でも蛍光灯だけの光ってね、青っぽい光なんです。そうすると顔色が白く見えるんですよね。なので意外とファンデーション塗った時に白くなりがち。できればリビングとか自然な光が入るところでメイクするっていうのがとってもいいと思いますよ、続いては UV のミルクですね、はい、分量はいつもあのぐらいで。そうですね、これってついてるんですかね？ベタつきとか白いのが気になっちゃうんで、やっぱこう手に伸ばしてしまって、これ手のひらにしかついてない日焼け止めはバッチリになってますよ。手が今のあのように手のひらに伸ばして顔にベタベタするのは、ね、もったいないですね、はい、はい。さあ、リキッドファンデーションですね。一回最初はこれぐらいの量がいいと思います、はいはい、そしてこちらも、この方法が好きな。でもこれはねすごいいいと思いますよ。大丈夫ですか？自分もいつもお仕事の時はこういう感じで後ろからペタペタやるので、もうこれとか完璧ですね。丁寧に、はい、山崎さんいつも目元こうやって完璧ですね。そうそうですね、押さえてますか？そうですね、優しく細かいところは指先の細かく入るところできちっとなじましていくというのはもうバッチリですよ、はい、ちょっと褒められてほっとしました。そうですね、はい。やはり日焼け止めの量、塗り方とですとか、そういうベースの一番最初の部分をもうちょっと底上げしてあげると、うん、最後の仕上げにが全然変わってくるので、はい、あとファンデーションもそうするとのせる位置をもう少し細かく丁寧にやってあげるといいと思いますよ、うん、はい。真夏のベースメイクの第一歩は紫外線対策。まずは浜田さんおすすめの日焼け止めを教えていただきます。紫外線対策の必須アイテム、日焼け止めを持ってきていただきました。日焼け止めと一口に言ってもいろいろなものがあるんです ね,、はい、ね。
化粧の下地として使う UV クリームといいますと、はい、今ここにあるんですけども、はい、まあ、今いろんなタイプがあります。白くなるもの、はい、白くならないものとかいろんなタイプがあるんですけども、こういったタイプのものですと、はい、まあ、こう伸ばしてあげるとほんの少し白くなるけど、こうみずみずしくこう肌に伸びていて、はい、まあ、真っ白にはならないんですよね、はい、一般的な日焼け止めってより下地っていう感じじゃないですか、はい、でもこれでも SPF が30で PA++ ですね、紫外線 B 波 A 波両方とも、はい、あの防いでくれるのでとってもいいと思いますよ、はい、SPF って何の値だと思いますか？ SPF は分かります。先に山崎さんに振っちゃいますけど日焼けするまでの時間をなんか伸ばすみたいな。そうです、そうです。 1SPF は20分、紫外線が浴びた肌を赤くしない時間、伸ばせる時間は20分なんですね、はい、30ですと、はい、30×20 で600分、10時間ですね。あ、そうですね、はい、ですので日常生活ですと SPF25 とか30ぐらいでいいのかなと思います、うん、まあ、50でも全然いいんですよ。結構 SPF50 ぐらいを率先して塗られている方が多いと思うんですけども、はい、山崎そうですね、はい、50使ってます、はい、先ほど、ね、あの VTR 見たみたいに、はい、SPF50 をちょんちょん塗りしてると、はい、SPF50 は効果が出ないんですね。それだったら SPF20 とか25とかその低いものをきちっと塗ってあげた方がすごい効果あると思いますよ。50にやっぱりこだわってたんですけれども、はい、ちょっと低くても肌に塗りやすいものを選んだ方がいいのかなと、うん、そうですね、思いますね、はい、こちらは皮膚が薄くダメージを受けやすい目元専用の UV カット下地。紫外線の影響によるシワやたるみが気になる人におすすめです。リップクリームも UV カット効果のあるものを使えば潤いを保ちながらシミやくすみも防いでくれます。ではまず UV 効果のある下地から塗っていきます。さあ大事なの分量。そうですね、はい、大体ですね目安としてこれがパール一粒大、パール一粒大、はい、はい、このように少しなじませていただいて、それを、太陽は上から光がこうさんさんと肌に当てていきますので、はい、こういう顔の高い部分からこのようにポイントでこうやってのせていきます。少しずつ鼻の高いところ、こう指につく量をこうやってスタンプみたいに置いてきます。こうやって顔のポイントに置いていってあげることで、はい、顔の中に塗りムラ、塗ってるところと塗ってないところの差がなくなっていくんですね。最後にこういったまぶたの上も薄くのせていってあげてください。はい、じゃあ伸ばしていきましょうか、はい、伸ばす方法としては中指の指1本使っていただいて、はい、肌にこうペタってくっつけて内側から外側にこう伸ばしていくんですね。山崎さん、この指の感触いかがですか？優しい感じですよね。そうなんです、僕ねすごい優しいって言われるんですよ、うん、僕あんまりこうねメイクするときに肌をこう動かさない方がいいんです、うん、肌をメイクするときこうやって動くってことは、はい、あの化粧崩れの元になっちゃうんで、なるべく肌の上で優しく優しく伸ばしていくっていうのがいいですね。こんな感じで、はい、右と左比べていかがです？なんか上がってる気もするんですよね。そうなんですよ。やはり顔の中にこう下に向かってのくすみのラインがあるんですね、はい、それが少しなくなることでちょっとトーンが上がって綺麗に見えますよね、はい、だからそれぐらいくすみって怖いんですよ。で、本当ですね、くすみの原因は日差しなんですね。でも大丈夫です、あのメイクでくすみはなかったことにできちゃうんで、はい、素晴らしいですね。反対側やっていただいていいですか？はい、そうですね、挑戦してみましょう、はい、指のもう少し指先からここの付け根のところまで面を使ってスーッと肌の上に均一、そうですね、そんな感じで大丈夫です。先ほどの、あ、そうですね、あ、バッチリですね。あ、いい感じです。あ、綺麗。ご自身で普段塗ってる時と比べていかがですか？あ、もうそんな全然べったりした感じはないですね。こうどちらかというと、はい、今のこういった下地っていうのはちょっと潤い感があって、うん、どちらかというとその昔の日焼け止めみたいなこう熱い塗ってるっていう感じが全くないんですよね、うん、それがとっても特徴ですね。そうなんですね、はい、もう一度 UV カット下地を手に取り、忘れがちな耳や首にも塗ります。顔同様丁寧になじませましょう。
首にこういった日焼け止め塗ると、はい、塗ってなかった方からするとちょっとベタついたりとかって感じがあると思うんですけど、はい、このベッタリ感しっとり感が嫌な方は、はい、あの顔のお粉とかをちょっとつけていただいたりしてもいいと思いますよ、はい、続いて目元用の UV カット下地を少量手に取ります。特にシワやくすみが出やすい目尻側の目元にのせ優しく叩き込むようにしてなじませます。紫外線っていうのは本当に一番嫌いなシワの元にもなっちゃうんですね、シワの原因に、はい、ですのでこのテクニックをマスターしていただければいいと思いますよ。塗らない手はないという、はい、感じがしましたね、はい、UV 下地塗り終わりましたけど すごい綺麗な仕上がりで、でもいつもだったらファンデーション塗ってこれぐらいの感じじゃないですか。そうですね、そうですよね、はい、濡れてなかったんだなって改めて思いました今ってすごいナチュラルメイクがブームなので、はい、やはりその中で一番重要なのは肌作りなんですね、はい、肌作りが綺麗に仕上がってるともう全体的なメイクは8割以上完成成功って言えると思うので、なるべくポイントメイク頑張る前にベースメイクを頑張ってほしいなと思います、はい。続いてファンデーションです。いくつかお持ちいただきましたけれども、はい、これ選ぶときに気をつけることはどんなことでしょうか。ファンデーションって選ぶときどこで塗って選んでますか。ご手のこの辺りとかこれはダメですか。ダメですか。どこで選びますか。やっぱりこう。ここですよ。ですよね、ここですよね。もうね、少なくともここって言ってもらいたかったんですよね。ファンデーションはほら塗るのは手じゃ。ちょっとお店で顔に塗るのはちょっとなと思ってね。大丈夫ですよ。そんなちょっとの恥ずかしさより、はい、もう数ヶ月綺麗になった方がいいので、はい、必ずファンデーションは顔の下にある首で選んでほしいんですよね。首で色合わせを、はい。ですので、新しいファンデーションはこういう風に首にまず塗るんです。はい、全然ここに塗ってますけれども、言われなかったらどこに塗ったかわからない。これが一番肌に塗った時に自然に見える色なんです。ですので、はい、あの大体の方は、はい、いつものファンデーションに暗いものになってきますね、はい、自然にそういう色を選ぶことになるってことですね。そうなんです。特にこういった UV 下地とかを使ってもらった場合、比較的ちょっと顔のトーンが白くなったりするものが多いんですね、はい、ですので白くなった肌をまた自分のナチュラルな自然な肌色に戻す。そうなんですね。ファンデーションって色を選びを間違えて白いものを選んでしまうと大体5歳から10歳ぐらい老けちゃうんです、白いファンデーションを薄く塗っても厚化粧にも見えちゃうんですね。なので必ず白いものよりは少し若干暗いものを選んでほしいなと思います、はい、切りを手のひらに5円玉10円玉分ぐらいですかね、はい、まずそれぐらい取っていただいて、こうやってまたこうやって伸ばします。はい、で気になる部分、目周りのくすみがあるところ、口角のくすみがあるところ、小鼻の部分ですとか、こうやっておでこのちょっと高い部分ですとか、こんな感じで置いてきます、はい、そして、少し手にこうやってつけていただいて、そこの部分を中心にポンポンポンってこうなじますように優しくベタ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 こう塗り広げていくんですね。山崎さん、いつもの塗り方と同じですか。毛穴にこう埋める感じでやろうかなっていう気持ちはいつも持ってやってるんで。毛穴に埋めるってなっちゃうと指がもうちょっとグッグッグッて入っちゃうんです。そうじゃなくて肌の上にこうやってなんか綺麗になる美容液をのせてるようにポンポンポンって優しくこうやってスタンプをほんと押すように、ここの腹全体を使ってこうやってファンデーションを肌に密着させていくと、この塗り方をすると本当にメイク崩れが少なくなるんですよ、はい、しっかり馴染むからなんでしょうか、はい、でこうベタベタがなくなるまで優しくこう肌の上でベタベタがしっとりにもちっと変わる瞬間があるんです、うん、そうなるとファンデーションは馴染みましたよってサインですので、山崎さん触ってみましょうか。もっちりしてる感じですよね。そうですね、はい、スキンケアしてるみたいな感じなんですよ。本当ですね、重い感じはしないですね、全然。お肌は優しくこう触れて仕上げていってあげると、うん、本当に仕上がりが綺麗に全然変わってくるんですね、うん、はい、ですね。さあ続いてはパウダーです。はい、僕まずいつもお粉する前は指だけじゃなくて必ずスポンジでこうやって少し押さえてちょっとよれてしまっているところとかをなじませてもらって、はい、で僕はいつも行うんですけど、こういったブラシを使うんですね。はい、ブラシでつけるんですね、はい、こういったこれぐらいの大きさのブラシをこんな感じでブラシに含んでいただいてなじませます、
中の方までよくなじまして、少し余分なのを振ります。振って、はい、こうやって少し払うんですか。はい、そうすると余分ないらないのは飛んで、はい、いる量だけこうやってブラシの中に含まれているので。そして目尻からこうやってパタパタするんじゃなく、こうブラシを回転させながら、はい、こんな感じです。そうやって使うんですね、はい、パタ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 すると、はい、粉が飛び散って目の中に入っちゃうんですね。そうですね。ですので少量ずつ取って、はい、目尻からくる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 コロコロコロって回転させます。で少し指で触って、はい、サラサラっとなるまで粉をよくつけてくださいね。山崎さん、いかがでした今の筆が。筆で塗ったことがないので、はい、いつもスポンジやパフで付けてました。私も少しスポンジとかパフでやりますと、はいはい、せっかくきれいに塗ってるファンデーションがよれてしまったりとか、はい、時に取れてしまっちゃったりする時があるんですね、うん、そういうことを防ぐためにも少量ずつ均一に切っついてくれるので、うん、はい、すごい筆で付けるのおすすめですよ。そうなんですね、はい、先ほどと同様にパウダーを筆に取ったら、崩れやすい目の上、小鼻とほうれい線、額に薄く塗ります。最後に何もついていないスポンジでパウダーをつけた境目を軽く押さえてなじませます。頬の広いところは基本的に僕お粉あんまりしない、はい、なんで大丈夫かというと、先ほどファンデーションをこうベタベタ塗ってる時によく馴染んでますので、お粉しなくても目崩れないんですよね。いや、山崎さん、このパウダーっていつもどこに塗ってました？全体に塗ってましたですよね、はい、とりあえず押されちゃうみたいな感じでなんとなく使っちゃってた部分がありますよね、うん、しっかりこうお粉で押さえるとすごい綺麗なベースメイクができるんですけども、すぐ1分後汗が出た時に逆に目立っちゃうんですね、うんうん、でもこうやって少しのお粉で少し肌のツヤ感を残してあげると、少しの汗浮きがあったりとか油が出てもあんまり気にならないっていう、そのメリットもあるんですね。なのでお粉をガチガチにするんじゃなくて、ほんの少し肌のツヤ感をたたえたようなベースメイクっていうのは夏にすごい味方になるんですよね。はい、もうギラギラもキラキラツヤツヤに変えて味方にすればいいんですね。すごい綺麗な仕上がりです。本当です本当です。この後、夏の強い日差しに映えるポイントメイクをした山崎さんが登場します。お楽しみに。山崎さんのメイクが完成しました。はい、浜田さん、変身すごくしてますか？はい、してると思いますよ。楽しみです。では山崎百恵さんにご登場いただきましょう。どうぞ。うわ、すごく印象が変わりましたね、うん、素敵。ちょっと、ね、ナチュラルにするとあれなので、はい、少しだけ目元を夏っぽく、アイシャドウとかをいつもより幅広く乗せたりとかして、ちょっと大人っぽく。あと前髪ができることでちょっとこう、そうですね、若い印象と、ちょっと前髪もつけ前髪をしていつもと違う感じにしてみました。そうですね、はい、いかがですか？肌の質感もやっぱりこっちの方がナチュラルなんですけど、はい、フィットしてるっていう感じがしますね。いらっしゃった時はやっぱり素肌に近かったので、はい、やっぱり夏の日差しの下では肌にダメージが帯びてしまうので、これぐらいきちっと UV してファンデーション塗ってるけど、うん、まあ、ちょっと自然な仕上がりっていうのが今回のポイントだと思います。そうですね、はい、UV ベースメイクに対するこう考え方や意識って変わりましたか？そうですね、やっぱり UV ミルクをちょっとチャチャチャって塗ってしまうところがあったので、もう少しやっぱ丁寧に優しく塗るところからあのベース作りを変えていこうかなと思っています。このままどっかにお出かけしたくなっちゃうような。そうですね、じゃないですか。はい、私がいいですか？しっかり UV 対策して、はい、いろんなとこにお出かけしてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。メイクに悩む女性たちから絶大な支持を受けている浜田さん、番組に寄せられた質問にお答えします。綺麗になるためのヒントが満載です。ペンネームトトさんからです、はい、眉毛のカットが分からず失敗ばかり、はい、何かコツはありますか？助けてくださいと。結構切羽詰まった質問が来ました。眉毛は本当に難しいんですよね。番組への質問も眉毛の質問多かったです。ですよね。眉毛はまず頑張って生やす、
完璧に生やして、はい、生やした状態から整えるっていうのが絶対大前提なんですね。はい、で整える時のポイントとしましては、鏡を持ってこうやって顔を見た時に、人間って無意識に自分の表情を作っちゃうんです。そうすると大体ね、眉毛どっちかちょっと上がったりとかするんです。だから引いて素な状態でなるべくこう抜くとか整えるとか無表情でこう、そうなんですよ、抜いていく、はい、じゃあ続いての質問に参ります、はい、これ40代の小島さんという方からいただきました。目の下がくぼんでクマのような黒い影ができてしまいました、はい、でコンシーラーで隠すと粉っぽくなります、はい、どうすれば目立たなくなりますか、はい、影をコンシーラーで消すことってやはりなかなか難しいんです。ですのでコンシーラーだけで顔の印象を明るくするんじゃなくて、コンシーラーで少し影を消してチークとかリップで色を足して顔全体の印象を持ち上げるっていうのがすごいと思うんですよね。あとは毎日半身浴して血行を良くして顔自体の色艶を良くしてあげるとか、少しの影があっても顔全体の質感がツヤツヤしててハッピーなオーラとか、まあ、健康的な印象があると、はい、あんまり気にならなくなってくると思うんですね。そうですね、悩んでるとこばっかり目がいってしまいますけど、はい、他に目を向けて、はい、メイクアップっていうのは服とかヘアとか肌とか全部トータルのバランスで仕上げていくものなので、あまり一箇所にこうなんか気になって突き詰めて仕上げるっていうとやっぱりバランスがすごいアンバランスになってしまうんですね。特に引いて足してっていう足し算引き算がすごいバランスを作るには大切だと思います。はい、だそうです。小島さん、ご質問ありがとうございました。さあ続いては、はい、寄せられた質問の中で一番多かった質問、はいはいはい、自分に合うメイクを見つけるにはどうしたらよいですかという質問なんですけれども、本当にすっごいシンプルなんですけど、はい、直球で何でも言ってくれる第三者の家族もしくは友達がいるっていうのが一番いいと思うんですよね。それで毎日いろんなことを試してみる、例えばアイラインをなしにするとかちょっと長めに引いてみるとか、そのちょっとの変化を見てもらってこう直球で意見を言ってもらうっていうのが本当に一番いいんです、うん、もしくはやはり、はい、百貨店とかにデパートっていうんですかデパートとかに行って、はい、BA さんとかに聞いて施してもらうとか、まあ、そういうことを何回も続けていくと自分に似合うメイクを見つけれるのかなと思うんですけども、自分に合ったっていうことはこう自分っていうのとねかなり向き合わないといけないですもんね。そう、でもそんなに深刻じゃなくてもいい、お仕事とか帰って家帰って寝る前お風呂入る前にちょっといろんなメイクして、はい、どうせ洗う前にねちょっとやって遊んでみて、はい、自分撮りして見てみ、はい、集めてみるとか、なんかいろんな遊びの中に自分の新しい顔が発見できるんじゃないかなって。どうですか？そうですね、なんかすごく深刻に考えちゃって、うん、で失敗したら嫌だなと思って、はい、結局無難な方にこう行ってしまううちなんですよね。いっぱいいっぱい失敗した方がねやっぱり成功には近づけると思うんですよ。メイクとかファッションとか、まあ、ヘアスタイルも全てやっぱりこうその女性がね楽しくハッピーに生きるためのツールだと思ってどん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 使ってほしいなって本当に思います。お悩み解消できた方多いんじゃないかと思います、はい、浜田さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。綺麗の魔法テキスト8月号には UV カット効果をキープするメイク直しのテクニックも掲載しています。合わせてご覧ください。日焼け止めをきちんと塗って5年後の綺麗な自分に出会いましょう。浜田さんありがとうございました。次回は皮膚科医の高瀬明子さんにクマを解消して目元美人になるためのテクニックをたっぷり教えていただきます。お楽しみに。